クリスティアン・ルート・ビヒは、ブラウニシュバイク・リューネブルク公の一人で、カレンベルク公、リューネブルク公、カレンベルク公・ゲオルクと、ヒアンナ・エレオノ・レホン・ヘッセン・ダルムシュタットの長男。ゲオルク・ビルヘルム、ヨハン・フリードリヒ、デンマーク・ノルウェーンフレデリク・サン・セイヒ、ゾフィー・アマー・リエ、エルンスト・アウグストの2位。1641年に、父が急死すると彼はその後を継いだ。父同様。 ハノーファーのライネカワエンガンのライネ宮殿を居城とした。1648年、おじのリューネブルク公、フリードリヒ4世が、子供のないまま亡くなったため、クリスティアン・ルートビヒは、リューネブルク公を兼ねた。しかし間もなく自定のゲオルクビルヘルムに、カレンベルク公領を譲り、セレ城に移って、より広大なリューネブルク公領の統治に専念した。1642年、 クリスティアン・ルート・ビヒはドイツ最初の文学サークル、ミノリを結ぶ会の会員になった。彼は1653年に、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリュックスブルク校、フィリップの娘、ドロテア・ゾフィーと結婚したが、子供を儲けないまま1665年に亡くなった。未亡人となったドロテアは、間もなくブランデンブルク選定校。 フリードリヒ・ビルヘルムの5歳となり、新しい夫との間に、大勢の子供を産んだ。リューネブルク公領は、自定のカレンベルク公、ゲオルク・ビルヘルムが相続し、ゲオルク・ビルヘルムはその下の弟ヨハン・フリードリヒに、カレンベルク公領を譲った。リューネブルク公領とカレンベルク公領は1705年、彼ら3兄弟の老いにあたるカレンベルク公。 ゲオルクルートビヒの創設したハノーファー選定考量に組み込まれた。ありがとうございます。